皆さんこんにちは、週刊大和屋翔です。司会の上瀬です。アシスタントの小村です。よろしくお願いします。それでは本日はですね、先週に続きまして、はい、今日はですね、味わいのある辛口のお酒を特集ということで、3種類のお酒を本日選定しております。はい、トップバッター行かせていただきます。お願いします。1つ目こちら、島根県にございますガッサンという銘柄を醸しております吉田酒造さんの商品です。さあこちら、先ほど味わいの辛口と言いましたけど、タイプは芳醇辛口、芳醇辛口の生原酒ということになっております。はい、それでは早速ですね、テイスティングをさせていただきます。まず香りからいきましょう。香りはですね、非常にお米の香りを豊かに感じます。少し熟成感もあるので、非常にちょっとトーストというかですね、香ばしい香りも特徴だなというふうに思います。ではテイスティングしてみましょう。はい、はい、味わい非常にですね、力強い米の旨味、酸味、辛味、全てを口内で、一瞬でグッとこう受け止める要素があるなというふうに思います。僕はこのお酒を赤ワインのようなお酒というふうにお伝えすることが多いです。タンニンですね、渋みの部分がですね、赤ワインと同じような雰囲気を出しているというふうに思います。私はですね、このお酒にはぜひお肉と合わせていただきたい。お肉でも家庭で焼肉を食べながらタレにつけて、しっかりですね、この肉の旨味を吸収してくれる、そんな辛口仕立てというふうに思っております。小村さん、どう思いですか？はい、もう非常にお肉っていうのは激しく同感です。お肉っていう感じですか？お肉、そう、お肉のやっぱりこう、なんかお肉って単体でも食べないじゃないですか。家で食べるならば、そのお肉にお米として、米味豊かな こちらのお酒、キュッとジャストフィットですね。肉にジャストフィットするそういったガッサンだなというふうに思っております。はい、それでは、本日2本目ご紹介をお願いいたします。はいはい、じゃあ本日2本目こちら、どどん、広島県三次より三輪桜酒造おにぎり純米超辛口のご紹介です。ラベルが非常に可愛いおにぎりというものなんですけれども、コンセプトとしてはおにぎりを頬張ってるかのような、大好きなおにぎりを頬張ってるかのような、旨味たっぷりの純米酒っていうコンセプトですよね。なるほど、そうですね。はい、でこれは今ちょっと常温でも美味しいんですけれども、今日テイスティングさせていただくのは、ちょっと温度、愛を入れてあげた、ここで愛というとおかん温度の話でございます。ラブです。ラブです。ラブ感ですね。ラブ感です。コウムラはラブ感が好きなんです。そう、さあやってみましょう。はい、では、はい、テイスティングをしてみましょう。顔の筋肉がほぐれますね。柔らかく表情が豊かになりますね。はい、美味しいですね。うん、はい、まあ、おにぎり、まあ、辛口純米っていうことなんですけど、今日は味のある辛口のご紹介でございます。温度を入れてあげるとより旨味がしっかり出るっていうのと、お米の、まあ、ナチュラルな甘さも出てきます。飲み応えがあって、ほんのり柔らかく甘さを感じることができる、そういう優しい辛口のお酒になっております。どうぞ。ふくよかです。で、懐が深いお米の旨味をどこまでも口内で感じるので、まあ、まさにおにぎりっていうと、どんな、例えばね、唐揚げ、卵焼き、ね、まあ、ウインナーもそうですけど、一般家庭の食卓でおけるその惣菜とかに合うのおにぎりじゃないですか。そうですね、まさにそういう雰囲気がこのお酒にとっても出てる雰囲気があります。だからおにぎりなんでしょうね。なるほど。本当美味しいです。素晴らしいですね。なんかこれ大和屋でしか売ってないっていう商品ですね。そうです。そうなんですね。大和屋志望限定で弊社代表がですね、はい、宮桜の坂田社長と、はい、話をする中で、やはり三次というのは、お米の栽培にですね、非常に適している場所でございますので、まあ、そういった場所で作るお酒っていうのは、お米を表現する、まさにおにぎり。大人が楽しめるおにぎりというものを表現した一本となっているわけですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ今日最後ですか？はい、最後でございます。はい、はい、3本目、
京都丹後から来ました来ました、うん、丹後から玉川山灰純米室賀生原酒のご紹介です、はい、やはり玉川といえば名物当時、はい、どなたでしたか。いらっしゃいますよね、フィリップ・ハープですねすいません、ちょっと流暢なので失礼いたしました、はい、正式にフィリップ・ハーパーさんですね、はい、フィリップ・ハーパーさんですね、はいはい、フィリップ・ハーパーさんイギリス人の方なんですけれども、イギリス人ですがバリバリの大阪弁を喋られる方です、はい、では玉川の楽しみ方といえば、やはり玉川って味わいはとても芳醇なタイプ、色味もやっぱり黄金色から茶褐色まですごくこう色味も豊かなんですね、はい、では早速テイスティングをしてみましょう、はい、いかがですか美味しくて美味しくて言葉が出ない、ね、やっぱりこう熟成感、まあ、生のお酒を熟成させることによるちょっとこうねナッツを思わせるようなやっぱりこう香りの印象があるなというふうに思います。味わい的にはどうですか。はい、まあ、今なったナッツっていうのもそうなんですけれども、非常にもう熟成感のある、もう旨味のボリュームがドーンとある、飲み応えのある辛口となっております。でこの飲み応えっていうのはアルコール度数がそもそも高いです。アルコール数20から21度です、うん、すごいですね、うん、はい、アルコールです。もう玉川さんの特徴というか、まあ、得意技というか得意技です ね、はい、ハーパーさんの得意です、はい、まあ、アルコール度数が高いちょっと飲みにくいなっていう方でもこのお酒もう好きなように飲み方変えれるんです、うん、はい、例えば氷を入れてみたりオンザロックですね。なるほど、はい、ですし少しお水を入れて、まあ、加水をして飲みやすくするっていうのもあります。卵のお酒は自分の好みやその時の体調によって飲み方を調整できるっていうお酒になるんですね。そうですね、素晴らしいですよね。どんな料理食べたいですか。そうですね、僕だったらやっぱりちょっと鴨を焼いたりとか、いいですね、やっぱちょっと香ばしい焼き物とか、うん、はい、ああいったこう肉の旨味、まあ、肉ばっかりになっちゃいますけどでもね、やっぱりこうそういったものと合わせたいなと純粋に思いました。そうですね、本村さんはすき焼きを。ああ、いいですね、はい、すき焼きとか、あと焼き鳥でいうとぼんじり、ちょっと油が乗ってやはりこうちょっと焦がしたようなタイプにとても合うと思うので、ぼんじりのタレの焼きとかとても合うんじゃないかなと思いました。まあ、非常に今日もですね、3種類今日は味わいのある辛口を選定してですね皆さんにお伝えさせていただきました。大和屋商ではすっきり辛口ですとか、こういった個性豊かな味わい辛口のお酒をご用意しておりますので、ぜひご来店された時にはスタッフの方にどんどん質問をしていただけたらありがたいです。それでは最後に新商品のご紹介をさせていただきます、はい、宮桜おにぎりに続きまして宮桜辛口鮭、はい、新しく2月に、辛口のねすっきり系なお酒がまた出ますので、はい、乞うご期待でございます。はい、では本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。